た。ちょっと待ってよ。花慣れ公園。うん。あさっては初スタユアティアイオスタジオ公演よしできました。テロップはまた後ほど。すまないください。5日目さんと1ギフトさん先に書きます。5日目さんと1ギフトさん先に書きますね。こんにちは。5日目さん満月ライダーさんありがとうございます。スーカさんハートありがとう。ヤッホー。クマネポポさん手裏剣ありがとう。こんにちは。ヨーツ忙しい。うん。キズナさん神ありがとう。ウィンディさんハートありがとう。キャロットさん神ありがとう。ヤンカーさん手裏剣ありがとう。あー、こんにちは。待ってくださいね。配信いつまでですか？1時半までです。ちょっと待ってくださいね。沢本裕二さんハートありがとう。今1ギフトさんを書いております。よし、1ギフトさん、鈴鹿さん、ありがとうございます。こんにちは、ありがとう、ありがとうございます。まるともちゃんさん、ファイト、ありがとう。こんにちは。はい、それではゆきさん、結婚してする、ありがとう。テロップ書きます。テロップ書くよ。テロップは明日花だれに出ます。今日はこの配信、テロップ消えた。明日花だれ出ます。今日の配信はこれで終わり、終わり。よし、テロップ入りました。イエイ。こんにちは皆様、こんにちは。1時半まで配信します。ごめんなさい、急遽お昼配信ですが。そう、モアミにさ配信時間書いとったんよ。あと配信予約も入れてたんですけど、ちょっと前に。配信予約は多分反映されるの遅いし、モバメは多分まだ届いてないかな。そうなんですよ、明日花だれ公演急遽ひなさんの代わりに出ることになりました。ひなさんポジ2回目です。昨日、明日で2回目。ひなさん大丈夫かな。でもひなさん昨日パズルやってた。元気だったらいいな、ひなさん。サイカリンさんも心配、腰が心配だ。あ、明日花だれ公演行くよ、頑張ってね。嬉しい。リアルブライズ言ってください。なんかさ急遽出演だからさ、ね、リオのペンライトを振ってくださる方がいるかちょっと不安だし怖いんですけど。後で出席確認取りたいと思います。1時半までなので配信が後で花だれとスタジオの
出席確認を取りたいと思います。え、りおちゃん昨日のモアメ誕生日のメールありがとう。あ、お誕生日だったな昨日。昨日待って、まだ間に合う、まだ間に合います。歌います、いきます。ハッピーバースデー、安村ハッシーさん。ハッピーバースデー、安村ハッシーさん。ハッピーバースデー、ティー、安村ハッシーさん。ハッピーバースデー、安村ハッシーさん。おめでとうございます。おめでとうございます。昨日だったけどね。おめでとう。これからもリオちゃんをしていきます。嬉しい、ありがとうございます。初見のファズル。ファズルマドールさん、ありがとうございます。 STO で研究生、中学2年生14歳のリュウツンこと岡村リュウです。ぜひフォローよろしくお願いします。そう、明日は羽田レ公園で、明後日はスタジオです。リュウツンのパフォーマンスは好きやよ。やった、嬉しい嬉しい。あ、明日も明後日も行きます。今日はクワトラです。ああ、すごい、ありがとう、嬉しい、ありがとう。あ、モアメまだか。ああ、そうなんですよ。リオはひなさんポジで出ます。あずみはね、一部出演ですね。そう、昨日もあのレッスンがあって、今日もこの後夜までずっと自主練します、スタジオで。今日もこの後ずっと練習する。それプラス瀬戸内 PR 舞台さんの沖縄の公演もあるので、夜は配信なしで、この配信で終わります。あー、頑張り時だ。ミニーさん、ラムのタオル、ありがとう。そう、練習をね2個しないとなので、そう、花だれとスタジオ練習2個しなきゃいけないので頑張ります。2月後のオンラインサイン会に参加します。お話し会も来い。同日一部参加します。ああ、ありがとうございます。サイン会？サイン会？嬉しい。ありがとう。そう、ニンニンさん、神、ありがとう。ああ、緊張だ。緊張プラス。不安ですね、ちょっと。でも、リオならできると信じております。モバメ701つの次に703、え、待って、星になってて分かんない。飛んだリオ、モバメ、あれあれ、702つの飛んだっけあれれれ、後で確認しときます。すいません、うっかりオツンしたかもしれん。明日は1列目と5列目が当選しました。おー、すごい。あ、1部と2部で、えー、すごいじゃん。1列目やば、最善。私もスポーンがさん、手裏剣、ありがとう。そう、一回ひなさんのポジはねやったことがあるので、2回目です。頑張ります。でも久しぶりだからちょっと緊張です。リオツも急遽出ること聞かされたね。うん、そうだよ。スポーンがさん、神、ありがとう。聞いたの昨日だよ。そう、昨日です。え、今日から押します。え、ありがとうございます。お金ありがとうです。嬉しいです。ラブです。記念日ですね。記念日だ。リオを好きになった日の記念日。花鳴る公園、後ろの席だけど見えるかな。でもね、え、てかさ、明日エディオンじゃないですか。なんかさ、エディオンでさ、春慣れ公演ってさ、 STA でも初だから、めっちゃ緊張。そうそう、だから急遽昨日聞かされて、あの出るって。で、昨日春慣れ公演のレッスンがあったから、あの急遽昨日の夜のレッスンに参加したんですよ。そう、懇談の後に、そう、学校して、学校行って懇談して、その後急遽レッスン行って行きました。マシューさん、神、ありがとう。グッさん、神、庄司さん、ホワイト、ありがとう。はい、
みほりんと会える時間も大切に。え、なんか昨日、みほりんさんが髪切ってて、めちゃめちゃ可愛かった。でも直接伝えれてないから、明日伝えようかな。めちゃめちゃ可愛いですって。サンボデルジさん、レインボースター、ありがとう。すっぴんですか？うん、すっぴんです。歌は決まった？ひろつこさん、髪ありがとう。秘密んだよ。緊張します。なんか2月頃の話し会、ツーショットとサイン会参加します。ありがとうございます。楽しみ。ウルピーマンラブ、テックストック2023、神ありがとう。あ、皆さん、なんだっけチャレンジのところから無料で神がもらえるので、神投げてください。今日はクワトロでナナさんソロライブ行きます。リオも行きたい行きたい。ナナさん、いや、ナナさんに会ったことないんですよね。会いたい。マシューさん、レモンスターありがとう。ね、寒いですよね。え、明日リオ積みに行く。え、ありがとう、嬉しい。え、明日ってさ、当日券あるのかな、わかんない。サマトリジさん、シリケンありがとう。ダンズさん、クマありがとう。そうです、緊張します。エディオン、照明の位置だけ気をつけるんだよ。あとは席近いから楽しめると思う。確かになんかさ、エディオンってさ、こう横が長くて縦幅が短いから、ステージのお客さんとのね、距離もね、近いんですよね。いい感じ。でももし、ここがお客さんね、お客さんのステージだとしたら、もしここにリオがいて、ここに一番こっちの後ろにファンの人がいたら見にくいかもしれない、ファンの人は。でもレッスンします。なんかね、パーのとね、マーナね、花だれ明日見に行きたいけどチケット買ってなかったのとね、トレードも当たらんらしい。そう、リオツン頼りにされてる。やったーやったー、運営さんありがとうございます。ゆずきさん、テリーさん、神ありがとう。ゆきさんと辻哲也さんも神ありがとう。ジョージさんと森健ギガさん、神ありがとう。くんさん、ラバのタオルありがとう。浮遊物さんと石から人間さんと KG603 さん、神ありがとう。あ、当日券なさそう。あるんかな。どうだろう、どうだろう。あ、落選者の方もいるんだ。あ、人気なんだね。あ、当日券ないんだ。リオのペンライトあるかな。ね、明日は2部は葵さんの生誕祭で、楽しい。葵さん、ゆじきさん、ラムのタオルありがとう。ねえねえ、明日さ、もしさ、よかったらさ、リオのペンライト振ってくれたら嬉しいな。嬉しいな。一人でもいたら心強いな。ピンチヒッターを任されるということは、おそらく期待されている、ちょっとは期待されているということだと思うので、頑張ります。 STU の TikTok にリオツの動画出る？出ないよ、撮ってないもん。あれ、アズミンとナーピアいつ撮ったか分かんない。ちょうど事務所にいたんじゃない。星野まずきさん、神、なずみ4号さん、かわいい、ありがとう。エディオンはお見送りあるんだっけ？もちろんお見送りあります。あ、日曜日だからか。あー、なるほど。ビギナーさん、神ありがとう。明日明後日楽しみにしてます。あ、ありがとうございます。明日3列目で見てます、嬉しい。アキさん、神ありがとう。アキさん、神ありがとう。かわいい、何色？紫と黄色だよ。紫と黄色、お芋カラー、お芋カラー、リオの好きなお芋カラーだよ。ぜひ振ってください。あ、そうです、そうです、そうです。あのビスの YouTube が公開されました。あの撮影風景みたいなのが出ました。
あとね、チェキももらえるらしくて、なんかリプ欄になんか番号を書いたらいいんだって。リオ一番だから、あの一番くださいって言ったらもしかしたら当たるかもだから、ぜひ書いてみてください。でその時にコメント欄にリオ大好きって書かないと多分当たりません。リオ大好きって書いてね。リオツいない予定だったからチケット取ってないのよ。リオツ全然頼りにされとると思うよ。ありがとう。お家で振りを、あ、DMM？ ありがとう、嬉しい。そうなんですよ。あ、ミスのツイッターの式プレゼント、リオツの希望で応募して、ありがとう、嬉しい。コアラさん、神、ありがとう。そうなんです。ですね。一番多かったよ。競争率高そう。え、本当ですか？嬉しい。え、あ、そうですよね。ミスめっちゃ可愛かった。ありがとうございます。あ、うん。リオ大好き書き忘れた。すいません、さっきちょっと男になりました。もちろん一番で申し込みました。ありがとう。かなり番号で悩んだけど一番にしといた。ありがとう。チェキのリプランも見とる。うん、誰がどの番号にしてるか見てます。ウェット感ある前髪も可愛い。ああ、ビスか、今かと思った。アキさん、レモさん、ありがとう。ですよね。え、瀬戸内 PR 舞台さんのやつって昼は何時からでしたっけ。夜はさ8時まででしたよね。あー、緊張だー。マーナもチェキ申し込んだのかな。いや、さすがにマーナ申し込んでないと思うよ。さあ、もとりるじさん、スリキャン、ありがとう。あやさん、神、ありがとう。そう、ちょっとね、マーナは年賀状事件があるので、ちょっとあれで本当に反省をしてもう応募しないそうです。あ、14時半から。あー、よかった。汗っかきなの、リオ？うん、汗っかきだよ。あ、でもビスのあれは汗じゃなくて、あの意図的にあの風にしてもらったから、あの汗であんなにね、チロリンってなってるわけじゃない。オイルをね、つけられてます。そうなんですよ。でね、皆さん、あのビスのことなんですけど、紀ノ国屋広島店さんで、あのビスを予約したら、あのリオとアンピーさんとアカリーさんとユキリガさんの4人が今回ビスの3月号に出てるんですけど、この4人の中で1枚ランダムで写真が当たるので、ぜひ近い人は紀ノ国屋広島店さんでよろしくお願いします。ああ、予約できるらしいですよ。え、てかさ、え、29、30、31、え、あと3日でさ、あれ、あ、違う、4日か。あ、今日入れたら28、29、30、31、今日入れたら4日、あと4日で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 発売だ。緊張、ワクワク、ドキドキ。もうね、最近メーナが可愛いんですよ。なんかモサモサしてる。毛がモサモサしとる。リオンちさ、合計何冊届くんじゃろう。結構と届くかもしれん。こんにちは、明日頑張ってね、いつも見てますよ。ありがとう、頑張ります。見てくれてありがとう。
明日エディオホールなので、ついでに紀伊国屋広島店さんに行ってきます。そうなん、すごいいいね、その流れいいですね。どこかなって調べたら神谷町ホールの近くだね。あ、そうなんじゃ。みんな明日来てくださる方行きましょう紀伊国屋広島店さんに行きましょう。なんかね、電話でもね予約できるらしいですよ。そう、電話でも予約できるらしくて、そうなんですよ。別に行かなくても予約でも、あ、電話でも予約できます。スタジオリオツさん楽しみ。あー、きつくるよ、うん、頑張ります。緊張する、緊張する。この後も練習頑張ります。どっちも緊張するんですよね。なんかもともと明日その花垂れ公演は別にリオ出なかったから、もともとね、だからスタジオに注ごうと思ったんですけど、明日花垂れ出られるということで、どっちも緊張してます。そう、あー緊張するよ。シュワジャーネですよ。シュワあー、何かもね、いや、あの曲好き。緊張する。あー、明日だよ。え、花垂れ明日ですよね。え、明日ですよね。え、明日。それにね、ひなさんポジはね前の方が多いんですよ。だから嬉しい。え、そうなんですよ。なんかサビ振りコピできる。え、すごすごーい。初スタジオリオツさんこっそり見に行きます。え、嬉しい、ありがとう。それにあのリオちゃんとあのプラスチックを踏まないようにするのと、マイクをしっかり握りたいと思います。もうマイク壊れるぐらい、もう誰がぶつかってきても絶対に手放さないようにしておきます。マイクは自分のもの。沢本理事さん、なれま、ありがとう。それを緊張したらね、緊張したらできるんですよ。そう、あずみんもね明日は一部出演で、リオツン手汗かく？リオは手汗かくけど、あれ、あの元旦公演の時はあれ手汗で落としたわけじゃないんですよ。そう、まあちょっとはい、あることがあり。だけど誰がぶつかってきても吹っ飛ばないようにもっと強く握っときます。沢本理事さん、だるま、ありがとう。マイクは自分のもの、レスは奪うものですね。シワおまりか。沢本理事さん、誰もたくさんありがとう。配信ありがとうね、お先です、またね、ありがとう。マイクテープで巻いて、え、ね、思うけどさ、あれマイク持ち替えができないか。こうやってさ、マイク持ってるじゃないですか。ちょうどここにネックレスがあるから、こうやってさ、こうやってさ、こうやって固定、固定したらさ絶対離れちゃうんじゃないですか、こうやってこうやってこうやってでもね結構ねマイク持ち帰るんですよね。いや、なんでここにネックレスあるんだろう。ぶつかってきたが正しいんかな。自分の生誕祭になったら、え、確かに、え、リオさ、自分の生誕祭だったらもうやばいよ、リオ多分もう緊張して出てこないかもしれん、ステージに。ポテト食べ放題の生誕祭かな。みんなでファンの人もメンバーもあのみんなでポテトを食べるっていう、ただ公演中に。
絶対無理だ。違う。前深夜も練習していましたが、今日は大丈夫ですか？あ、今日も深夜まで練習します。しますよ。シュワジャーネの衣装リオツに似合ってる。え、やった。え、てかさ、このトレーナー見てくださいよ。見て、買ったんですけど、バズライトイヤーがいます。合ってる？とパンダと、なんかわかんないやつと、なんかわかんないやつと、犬かな。かわいい、このウナトレーナー。これさ、懐かしいお菓子なんかな。パンダがなんか言ってきて、これ懐かしいお菓子よって言ってから、ウェーって言ってから、それ知ってるよ、ウェーって言ってから、そう、パーナが、それ知ってる、ウェーって言ってきた。なんかさっき言おうとしたんですよね。何言おうとしたっけな。あ、なんか忘れたけどさ、今暖房つけてるよ。今暖房つけてます。マイク両手に持って固定しといたら、あ、確かに、こうやって、うん、絶対バンバン当たる、これで。リオツの生ダンサー、リオツ最初から泣いてそう。確かに絶対泣くよ。ギャロパンさん、神ありがとう。懐かしいお菓子なの？ラムネ？うん！藤野さん、クマのペンライトありがとう。そう。謎の生物なんだけど、これ。やばい人じゃん でも結構大事なことだったんですよね。でも大事なことを忘れるはずがないですよね。いや、違う違う違う。緊張するのは不安だからって、しっかり練習したら緊張しなくなるのかも。してるんですよ、いつも。めちゃめちゃしてますよ、深夜まで。いや、リオはもう緊張する人なんですよ、本当に。緊張する人だから、はい。サムトレディちゃん。なんか今声が変になった。機械みたいになった。待って、うん、サムトレディさん、クマのペンライトありがとう。リオツのセンター祭、セーター祭、センター祭、お借り押しの人来てくれるかなって泣いてそう。確かに、来てくれるかな、リオのセンター祭来てくれるかなって。絶対泣くよ。多分さ、思うけどさ、完璧な練習ってないじゃないですか。終わりがないじゃん、練習って。そう、じゃけ多分緊張するんだと思います。だってそのテスト勉強とかもそうだけどさ、あの宿題とかは終わったら終わりってなるけど、練習とかあのね、テスト勉強とかって終わりがないから、完璧な練習ってないんですよ。したらした分良くなるけんさ、まだできるならしたいじゃんか。そうなんですよね。森永そうなんですよ。緊張が通常運転だと思えば、そうですよ、そうです、そうです。リオはずっと緊張してるので。多分研究生ならノアピが一番堂々としてる。確かに、え、なんかノアピさ、あの緊張しなさそうに見えるじゃないですか。たまに緊張するらしいですよ。オープニングアクトのさ、前ソロがあったじゃないですか、一人一人の。あれとかも緊張するって言ってました。
他の日とかも緊張するよって言ってた。あ、そうだあの、でもない、あれ言おうかな、あれ、なんでもない。ケイツケイさん、神ありがとう。はい。やだ。そう。ラビーザミステリー。待って、ハグツンなんかさ、歌唱力でさ、いろんな曲を聴きすぎて頭から離れないんですよね。 Love is a mystery。 すいません。デニムも終わったはずなのに、デニムなぜ追いかけるの。あやさん、ファイト、ありがとう。いや、レイニーブルー好きなんですよね。レイニーブルーも終わったはずなのに。そう、女子ってどうしてハグツンになる人多いのかなってえ、女子ってハグツンする人多いんですか。え、男性の方ってさ、ハグツンしないんですか。最後の雨とか、え、最後の雨どんなだったんだっけ。あ、最後の雨ね、知ってますよ。ゆうきやきださん、神ありがとう。うちのお母さんもハグツンになってた。あ、なるほどね。ああ、あとね、ミッシングとかスコールも聞きました。そう、福山雅治さんのスコールとか。あまりのが温めてあげよう。あまりのがノーピって令和生まれ？え？ノーピ？ノーピは昭和じゃない、違う。平成です。ごめんごめん。待って待って。昭和じゃない、違う。平成、平成。リオの一か所だ。違う。平成です。違う。え、だってリオ弥生ですよ。ごめんなさい。違う。いや、昭和と平成がね、交わるんですよ。交わるってごっちゃになるの。だってさ、リオさ、弥生時代生まれなんですよ。知っとるじゃろ、みんな。ミッシングって久保田さんの？うん、そう。見たじゃん、リオの弥生時代。ダメダメだよ、電車音。あき、うんうんうん、もう少し最後まで走り抜けて。笑いすぎてお腹痛い。違うんです、間違えたんですよ。違う、ちょっと。りおつん、どんどん活躍してめっちゃ嬉しい。ちょっと3日間用事で見れないけど、りお信じるけん頑張ってね。ありがとう、頑張る、頑張ります。用事も頑張ってね。そう、尾崎豊さん、りおも好きですよ。なんかね、決勝はね、また新しいりおを見てもらいたいなって思ってるから。そうなんですよね、楽しみにしててください。昨日スタジオ公演の自主練もあったんですけど、そう、
みじゅさんが来てくださってそうでリオね、なんかお仕事とか終わった後にリオ話したい人だから、なんかこんなことがあったんじゃって言ってね話したいから、いつもマーナに言ってるんだけど昨日ね実はそのスタジオの自主練が終わった後にみちさんが差し入れでハーゲンダッツのショコラデュオを買ってきてくださったんですよ。そうなんですよ。みちさんがこれ差し入れだよって言って、マーナが今見てきた。なーに？なんですか？そう、みちさんがなんかパーナまで見てきたんだけど、なに？なに？そう、みちさんがこれ食べてって食べてって言ってくださったから、スタジオの皆さんで一緒に食べました。マギトライダーさん神ありがとう。そう、リュウが秘密にしとったけみんなに見られた。あー、もうみちさんラブです。そう、リオ今ダイエットしてるんですよ。そう、プチダイエットしてるからダイヤさん神ありがとうお腹すいたのでそろそろお昼ご飯食べてもいいですか。あー、どうぞどうぞリオは今日肉うどんを食べました。ダイヤさんラブのタールありがとう。多分さ、マーナとパーナはは、え、アイス、え、ダイエットのにアイスってなっとる。そうなんですよ、みちゅさん、みちゅさん、みちゅさん、カプレさん神ありがとう。そう、なんか今ねアイスとかお菓子とか甘いものを控えてるんですよ。そうだからショコラディオなんてもうめちゃめちゃ甘いものだから。でもね、みじさんにもらったからね、食べたいじゃないですか。それにね、食べなかったらね逆に失礼じゃないですか。だからリオは食べたんですよ。うん、そうですよ、みじさん。キヨ兄さんアイスクリームありがとう。アイコジもいたの。アイコジさんいらっしゃらなかった。そう、30日に出るスタジオのメンバーとみちさんが来てくださって、そう、メイノが見てくる。かわいい。そう、あー緊張してきた、緊張します。緊張するよ、緊張するよ。本当だ、もう1時15分だ。30分までだよね。25分に何時を、20分に行くよ、15分に、あ、もうもう告白しなきゃ。なんかさ、メイナね、トリミングの予約がねやっと取れたんですよ。そうでね、2月にやっと行けます。メイナトリミング、そうトリミング行けるんですよ、トリミング。なんかね、いつもね何ヶ月も待つんですよ、メイナの美容院が。そう、トリミングがめっちゃ人気で、人気っていうかその美容院がめちゃめちゃ人気で、あれ待って、トリミングか、あれトリミング、トリミング、あれあれあれ、トリミングだすいません、あー目がついてった、緊張しますよ。みつきさん、リオツに何か話してくれた。はい、ここもうちょっとこうした方がいいよとかアドバイスくださいました。あっという間に1月も終わっちゃうですよね。え、だってさ、昨日年越した感じですよ。ゆきゆきたさん神、間違えた、ハートありがとう
そう、1月も本当に早いです。明日はリオツの推しを増やすチャンスだですね。たくさんレッスンを送ります。なんかさ、リオ、今まで花だれはブルーライブとゲバントホールでしかやったことがなくて、結構ゲバントホールのイメージがついてるんですよ。でも明日エディオンだからちょっとワクワクしてます。明日明後日猫ちゃん忘れんようにね。ですね。マーナに洗ってもらいます。みんな明日はリオの魔法にかかっちゃうよ。マイケルのとこのももちゃん手術無事終わってよかったね。ですね。かわいい。マイキューさんもももちゃんもかわいい。緊張してきた。待って、おでこめっちゃテカってる。やばいやばいやばい、隠さなきゃ。てかさ、鼻のポチがさ治らないんですよ。鼻のポチが治んない。どうしよう、明日までに治るかな。治るかな。治りますように。あ、もう16分。告白します、告白します。あれ、ほう、告白します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 。よし。そう、パッチ貼って寝たんですよね。すいません。そう、パッチ貼って寝たんですよ。だけど治らなかった。今ソリオ久しぶりにあくびした。あくびしたよ。あくびした、久しぶりに。しんゆさん神ありがとう。あくびしました。明後日から CD って申し込み始まるね。そうですね。はい。みちさんからもらったものはゼロカロリー。そうですよ、みちさんからもらったものはゼロカロリーだから、昨日のショコラディオもゼロカロリーです。神カロリー、みちさんカロリーです。はい、こちらブログは研究者担当式になっていて、リオは毎週木曜日を担当しています。有料ファンクラブの方からブログを読めるのでぜひ読んでみてください。日笠の滝さん神ありがとう。はい。そして ST48 メール、各モバイルメール、アプリ版とウェブ版の2つがあります。ぜひ皆さん何にでも登録ができるので、無料体験メールもあるのでぜひチェックしてみてください。いつも登録してくださっている方ありがとうございます。そして返信方法は第1話モアメに直接よろしくお願いします。その際は返信の本文の中に名前を書いてください。第2話ツイッターでも返信お願いします。その際はハッシュタグリオットツンツンで投稿お願いします。何人も登録しなくてもいいよ、リオだけでもいいんですよ。これを書いている理由はですね、もし DD の方がいてリオも追加するってなったらオッケーってことだけど、まあ仕方なく書いてあげてます。そして明日です。あ、明後日だった。 ST48 の科学活動勝手に自国観光大使かけるスタジオ公演研究室オープニングアクトがあります。明後日1月30日です。こちらなんと初スタジオ公演リオ2になってます。はい、1月30日月曜日、会場は広島クラブクアトロ、時間は17時45分、会場18時半開演です。皆さん来てください。来て、当日券あるのかな、クアトロだから。日笠の滝さん神ありがとう。当日券あるかな、あったら来てほしいです。皆さん来てくださる方はリオのペンライトから紫と黄色なのでぜひ振ってください。そしてうちやボードやラブビームもお願いします。伊豆木さんペンライトありがとう。そして美
3月号2月1日発売予約受付中リオ出るよイエーイ。はい、こちらウィス3月号にリオが出ます。2月1日発売です。こちらは AKB48 グループ×ベスリグラーモデルオーディションのショールームイベントの予選にリオが参加して、皆さんのおかげで1位を取ることができたので、ウィス3月号に乗ることになりました。ありがとうございます。はい、こちらは紀ノ国屋広島店さんでこのビスを予約したら、なんとあの ST48 リオ含めた4名の中からランダムで1枚だけ写真がもらえるので、ぜひチェックしてみてください。そしてなんか撮影風景の YouTube も昨日出たり、チェキもね、サイン入りチェキももらえるので、ぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。チェキはね、なんか番号でリプ欄に1番くださいみたいな感じで言うから、リオは1番なのでお願いします。ゲンテさん神ありがとう。じゃあスクショタイムします。25分までリクエストのポーズがあればコメント欄でよろしくお願いします。メーナー、メーナー、みんなが会いたがってるよ。みちさんからのアイス美味しかった。アイス買ったです。メイナ呼んでも来ない？うん、来ない。うわ、パードが連れてきた。からね、汚いよ。みんなだよ。かわいい。尻尾振ってる。振ってなかった。イカサの滝さん、神ありがとう。うん。ちょっと汚くてごめんなさいね。勇者さん、神ありがとう。今ゲップしたね。みんな今ゲップしただろ。うん、ごめんね。いいよ。ブヒブヒ言ってる。あ、待って、メイナ女の子だった。メイナを食べているポーズ。何系なの？ピキニーズだよ。リオのワンワンです。ワンワンだよ。かわいい。明日の公演の配信はあるのかな。あ、 DMM あると思うよ。あると思います。でも当日券はないかもしれません。 DMM 配信はあると思います。待って、この角度メイナブス。メイナ、もうちょっと、もうちょっと可愛い角度にしよう。ちょっとメイナ。可愛い。おバカな顔してる。机の上に座ってるんだけど。ブギブギ言ってる。待って、もうみんな25分だね。みんなもう退出するよ、ね、みんな、ね、みんな、みんなにバイバイ言わんと。バイバイ。あ、女だった。バイバイ。みんな帰りんさい、ね、やだよ。なんでやらんの？
なんで？やだね。なんで？かわいい。よ、でもさ、呼んどいてさ。呼んどいて帰るはひどいよ。ごめんごめん。呼んどいてごめんよ。許さないよ。お姉ちゃんのバカ。なんで？これ。誕生日まーす。帰らしました。メーナかわいい。メーニャメーニャかわいい。誕生日まーす。13位コアラさん、ありがとうございます。12位日傘のたっきさん、ありがとうございます。11位鈴鹿さん、ありがとうございます。10位まるともちゃんさん、ありがとうございます。9位ももんがさん、ありがとうございます。8位チコロ人間さん、ありがとうございます。7位マシューさん、ありがとうございます。6位スーパーモンガさん、ありがとうございます。5位クオネパパさん、ありがとうございます。4位サーマトリージさん、ありがとうございます。3位あやさん、ありがとうございます。2位ダンザさん、ありがとうございます。そして1位はドゥルルルルルルルバン。あ、変わった。変わった。抜けみます。13位コアラさん、ありがとうございます。12位鈴鹿さん、ありがとうございます。11位まるともちゃんさん、ありがとうございます。10位ももんがさん、ありがとうございます。9位日傘のたっきさん、ありがとうございます。8位しころ人間さん、ありがとうございます。7位ましゅうさん、ありがとうございます。6位スーパーももんがさん、ありがとうございます。5位くぬぱぱさん、ありがとうございます。4位沢本龍二さん、ありがとうございます。3位あやさん、ありがとうございます。2位ダンズさん、ありがとうございます。そして1位はドゥルル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 パン、ゆずきじさん、ありがとうございます。ありがとう。今日は強めのラジオポーズでした。皆様ありがとうございました。パーナがなんかやだ、見てくる、隙間から見てきます。あー、変態がいます。皆様ありがとうございました。明日頑張ってる。あ、明日は朝配信になると思います。頑張ります。皆さん、リオに応援パワーをください。1位ゆずきじさん、ありがとうございました。4402名の方、たくさん見に来てくださってありがとうございます。ありがとう、公演頑張って、ありがとうございます。皆さん応援パワーください。皆様ありがとうございました。ありがとう、みんな頑張ります。ファイツンです。今日も今から夜中までおよそ12時間練習をします。
すいません。ごめん、なんでもない。すいません、ごめんなさい。頑張ります、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それではバイツー、ありがとうございました。バイバーイ。皆さん今日も楽しみましょうね。バイバーイ。